もちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日のテーマは先週に引き続き細田守監督作品の時をかける少女です。それでは授業を始めます。お願いします。はい、本日は時をかける少女、通称時かけの動画でございます。今回は皆さんと一つのテーマについて一緒に考えていきたいなと思います。そのテーマがこちらです。時をかける少女においてより罪作りなのは誠と千秋のどちらか、これが本日のテーマになってます。罪作りの定義としましては、誰かを欺く、傷つける、迷惑をかける、簡単に言ったら人を嫌な気持ちにさせるという行為が、罪作りというものだとして、誠と千秋のどちらがより罪作りな人物なのかっていうのを、考えていきたいなと思います。判定の仕方なんですけれども、罪一つにつきマイナス1ポイント入ります。ひどい罪の場合は2倍の2ポイント、いいことをした場合は徳を積んだのでプラス1ポイント入るっていう、この、まあ、減点加点でどんどん変動していくっていう形で、最終的に出てきたポイントで判定したいと思います。この動画の目的としましては、先ほどのテーマについて考えることを通して、まあ、時をかける少女っていう作品の奥深さであったり、細田作品の素晴らしさを再発見しようという目的でございます。はい、では誠からいきたいと思います。まず誠の一つ目の罪は、まあもちろんね、タイムリープを自分のために使いまくったという身勝手さですね。これで1ポイント入ると思います。ここからが罪のオンパレードなので、小テストのズル、一緒にテストを受けている他の生徒とかに対する、まあ不正行為ですよね。次が高瀬くんへのいじめの、発端になったこと。結果的にいじめはなくなったんですけれども、家庭科実習での、ミスを高瀬くんにわざとなすりつけたことによって、不良グループからの腹いせのいじめが始まっちゃったので、きっかけを作る張本人になってしまったという罪ですね。この高瀬くんのいじめがきっかけになって、親友のゆりが怪我を負ってしまいます。大した怪我じゃなかったんですけども、友達を負傷させてしまったという罪です。もうすでに4ポイント稼いでますからね、誠は。さらに、コウスケとカホを踏切事故に遭わせてしまうっていうところで、二人の命を落とすきっかけを作ってしまったということで、まあこちらは罪ポイント2倍で、かける2をさせていただきたいと思います。これ重罪ですね。で、さらに、千秋の告白をなかったことにもしてしまいました。これは別に人は死んではないんですけども、これも、まあ、2倍にさせていただきたいと思います。で、まあ、あとはちょっと小さめの罪なんですけども、このタイムリープをしまくる過程で、めっちゃ家族に心配をかけまくっておりました。妹に至ってはお姉ちゃん自殺するんじゃないかみたいな感じでね、最後のタイムリープの前にはね、お父さんも早まるなみたいな風で、めっちゃ勘違いしてましたけども、まあ、そういうところで1ポイント。で、あとは、坂道ですね。蔵之瀬小遊会の坂道での、おばさんに何度もぶつかる。めっちゃ、あれは人を傷つけてますよね。あんな自転車でぶつかったりして、めちゃくちゃ大迷惑ですので、はい。それも1ポイントに入れさせていただきます。で、まあ、誠の罪は、ざっと挙げるとこれぐらいかなと思うんですけども、ちょっと数えてみますと、1、2、3、4、5、6、7、8点と2倍のポイントがあるので、8、9、10点ですか。ですけど、よく考えてみてください。2つ目から7つ目までっていうのは、タイムリープ中の出来事ですよね。誠がこれから生きる本当の時間軸に戻った時には、まあ、これらのことはなかったことになっちゃいますよね。要は、合計マイナス9ポイントっていうのは、もともとないので、かける0になります。ですので、誠の、罪は、まあ、タイムリープを自分のために使いまくったという一つだけ。というわけで、誠の今の罪ポイントはマイナス1ポイントということになりました。さあ、では、千秋の方の罪も見ていきたいと思います。まず一つ目です。理科室でタイムリープのあのくるみ型の装置をなくしてしまった。これによって誠がタイムリープの能力を手に入れて、まあ誠が時をかける少女になってしまったわけですよ。普通の少女からね。で、それによってですね、二つ目の罪。未来でのルール違反を犯すという罪です。未来人は、まあ、過去の人たちに未来の存在であったり、まあ、タイムリープをできるということ自体は、こう、内緒にしていかなきゃいけないっていう、まあ、ルールがあるそうなので、まあ、それを犯してしまったという罪ですね。まあ、これは千秋本人ももちろん自覚してますけれども。で、次の罪がね、私は一番ね、大きな罪だと思うんですよ。三つ目の千秋の罪は、帰らなかったことですよ。これが
すべての元凶です。お前らといるのがあんまり楽しくってさみたいな言い訳かっこよくしてるとこありますけど、いや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 、お前なんかめっちゃいいセリフみたいに言ってるけど帰らなかった君の甘えが原因で誠が偉いことになってしまったんじゃないのかいっていうところがこの作品における一番の罪かなと、元凶かなと思うので、ここはかける2倍、はい、2倍のポイントにさせていただきます。で、次なんですけども、これはねちょっと罪かどうか皆さんにも判定していただきたいなって思います。4つ目の罪は誠に約束をしてしまったことです。何の話かと言いますと、もちろんラストシーンですね。最後のタイムリープをしてお別れをしなきゃいけないっていうシーンで、もう誠が泣きじゃくって、家路に着こうとするんですけども、そこを千秋が帰ってきて抱き寄せて未来で待ってるというんですね。これが千秋が誠にした約束になります。この未来で待ってるっていうことの約束が結果的に誠を苦しめた場合ですね、は罪かなと思います。どういうことかって言いますと、千秋のいた時代の話から考えると、誠と千秋はまあ絶対に会えないじゃないですか。だからこれから誠は死ぬまで千秋との約束に縛られながら生きていかなきゃいけないっていう、しかも絶対に会うことができない、この約束によってこう誠の悲しみとか苦しみっていうのがより肥大化していくのであったら、この千秋がした約束っていうのは罪だなって私は思います。ただし、これによって誠が、こう、まあ、実際に進路が決まったりもしたので、自分のこう、生きがいみたいなところになっていって、希望になるんであれば、これは罪ではないのかなっていうふうにも捉えられますね。人によって考え方がすごい変わると思うんで、ぜひ皆さんの意見もお聞きしたいんですけれども、まあ、今回はちょっと私は判定できないと思いまして、これは罪には入れない、かけるゼロでいきたいと思います。まあ、この約束っていうのを絶望と取るのか希望と取るのかっていうのは、まあ、誠次第っていうことになりますし、この果たされるかどうかわからない約束自体っていうのが、この青春の象徴なのかなと思いますし、この作品自体をこう大きくシンボル化する要素の一つなのかな、だからあの場面が名シーンとして語り継がれていくのかなっていう思うところでもありますので、はい、ここは罪にはね今回入れないということでいたします。合計ですね、千秋の罪ポイントは最後の一つの罪ね、帰らなかったっていうのが罪ポイントかける2になりますので、合計4ポイントマイナス4ポイントになります。誠マイナス1ポイント対千秋マイナス4ポイントですので、悪いのはっていうか罪作りなのは千秋ということになりますね。でも千秋もいいことはしてますので、千秋の徳を積んだところも見ていきたいと思います。千秋がやったいいこととしては、康介と加穂の事故っていうのを防いでいます。二人の事故をなかったことにしているっていうので、まあ2ポイントかなと思います。でも千秋のしたいいことってこれぐらいで、実は誠の方がめっちゃいいことしてるんですよね。何かと言いますと、まず自分のタイムリープのことを反省している、これは大きいかなと個人的には思います。さっきやってたマイナス9ポイント、まあ罪は罪なんですけども、ちゃんと自分がしたことを自覚したっていうだけで、まあいいことなのかなと個人的には思います。さらにですね、ゆりに正直に千秋が好きだと言ったことで、さらに加穂たちを野球に誘ったっていうことですね。まあ一番大きいのは、最後のタイムリープを千秋のために使ったことです。千秋のタイムリープのチャージの回数を1回増やすためにもっと前に戻ったんですね。あれによって千秋は未来に帰ることができるようになったっていうことと、まあ一番最初の罪ですね、タイムリープを自分のために使いまくるっていうのと正反対ですよね。人のために初めて使ったっていうところで、ポイントあげたいなというところですね。はい、というわけで 1,2,3,4 ポイント、誠にはプラス点があります。これで合計見てみますと、誠はマイナス4ポイントプラス4ポイントで合計3ポイントになります。で、千秋のポイントはマイナス4ポイントプラス、2ポイントでマイナス2ポイントになりました。合計を見ますと、やはり変わらず誠の方が正の数、千秋の方が負の数となっておりまして、より罪作りであるのは今回の動画の場合千秋ということになります。はい、だからなんだっていう話なんですけども、多分人によっては誠の方が罪作りって思う方もいらっしゃると思いますし、もっと点数に差が開いたりして面白い判定になる場合もあるのではないかと思いますので、自分の場合はどうだったかっていうのをちょっと考えていただいた方がいましたら、コメント欄の方で教えてください。よろしくお願いします。
というわけで本日は時をかける少女についての授業をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。またねリクエストなどありましたらコメント欄の方でよろしくお願いします。それでは本日の授業はここでおしまいにします。ありがとうございました。